お久しぶりです、ラグーンの森太郎です。今日はですね、ちょっとまた大変なリールが、入ってきました。で、この子は誰ですか、ツインパワーの、SW10000 なんですけど、ちょっと、ね、あんまり回したらいけないんですけど、わかります、このスプールが上下しなくなっちゃったんですよね。はい、では、この子分解していきたいと思います。はい、ではとりあえずここまで、ネジまで取りました。で、ちょっと開けてみたいと思います。こちらかな、こちらかな、はい、よいしょ、ほい、おお、めっちゃ綺麗。綺麗ですね、うん、で、ちょっと取りましょう、パッキンを取って、で、問題の箇所を探していきたいと思うんですけど、だいたい見当はついてます。ちょっと、もうちょっと見えてます。よいしょ、見えるかな、ここに金属片がありますね。もうほぼこれで間違いないと思います。で、これが何なのかっていうことなんですけど、ちょっと名前ど忘れしちゃったんですけど、ここに、ウォームシャフトっていう、あのギニャギニャギニャっていう、部品があるんですけど、ここの隙間をずっと移動する爪がこの中にあるんですね。で、多分それが折れてるんだと思います。なのでちょっと今から分解してみますね。まずここの、2つのネジを外して、ここにピンが刺さってるんですけど、このピンを、抜いていきます。ここを開けて、はい、ね、そしたらこの2つ、これと、なんかこの 奥にあるピンを、抜いたらこっちから出てくるんで、外していきます。外せるか、よいしょ、たくね。うん、多分、ちょっとこいつが歪んじゃってるんで、まずここ緩めましょうかね。よいしょ。はい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 。あ、はいはいはい。ちょっと動きが出るようになりました。なので。出てるはず、よし、出た、はい、そしたら外れました。で、
問題の箇所なんですが、これここにこうやって動く爪があるんですけど、こいつが多分摩耗したり、ちょっと変な負荷がかかって傷がついてる可能性があります。なのでこれちょっと外しましょうか。こっちのウォームシャフト側を見ていくとこんな感じで、さっき固着というか動かなかった場所の、これだ、見えますかね、ここのここギアのところ、ギアというか溝の部分が削れちゃってるというか、なのでここのシャフトの部分とこっちの爪の方も、交換していきたいと思います。はい、では、新しい部品が届きました。この2つ、じゃあちょっと開けていきます。で、こっちが削れてた分、まあこっちは新品なんで、新しいですね。はい、こっちはピンの方なんですけど、ちょっと分かりにくいですけど、まあ見た目ではそんなに大きく、破損とかはしてないんですけれど、一応金属同士で、すり減ってる箇所がちょっと横側に見えないかな。お、分かるかな。若干削れた跡っていうのも出てきているので、あ、これも一緒に交換していきます。わあ。いつもシマノのリールはここのピン、あ、違う、ここのギアとクロスギアのこのはめ込みをこのボディを一回通してからやらないといけないんで、ここはいつも苦手ですね。こんな感じで入るとこねえかなーみたいな感じでやってます。入んないんす。入った。よっしゃ。入った。OK。もうここから動かさん。はい。で、ここのクロスギアが通ったら、さっきのピンをつけた状態で、組み込んでいきます。こんな感じですね。はい。で、下、上。はい。じゃあここまで組んだ状態で、動作チェックをしていきたいと思います。で、こっちにピニオンギアがあるんですけど、よいしょ。このギアが動くことによってこのウォームシャフトが回転するんですね。で、回転したら、ここのピンがこの溝を切っていって、シャフトが上下するようになるんですけど、まあ、このギアを回すためにこっちのピニオンギアを、
入れて変えてみてみたいと思います。いいんじゃない、はい、で回していくと、うん、いい感じですね。一応引っかかりもなく問題もないので、まあ、このままグリスアップして、組み上げていきたいと思います。ではもうそのまま完成に飛んでいきます。ダーン、はい、というわけで完成しました。一応動作チェックしてみますね。はい、で今回の、不具合が起きた原因なんですけど、多分、このリール1回落としちゃったらしいんですよね、まあ、ISO かどっかで。でその時に、まあまあ、さっき見つけたんですけど、まあ、こんなガリガリってなってたんですけど、多分スプール側にもちょっと衝撃が加わって、で、ウォームシャフト側にゴンっていう、衝撃が押されて、でギアが滑っちゃったんだと思います。まあでもシマノのリールはよくあることなんで、まあ原因さえ分かっとけば、まあ対処は、対処というか、まあ修理の検討はつくかなとは思います。はい、といった感じで、今回以上になります。はい、ありがとうございました。うん。